はは。い、こんにちは中学受験桜らチャンネルの竹谷直樹ですえ。今日は偏差値65への算数売買損益のね仕入れの総額を1と見て、えー、解き抜いていく、えー、問題の2回目ですねさあじゃあ早速やってみましょう、ね、あのー、まあいろんなパターン出てきますけどね ある程度丁寧に丁寧に繰り返しやっていくっていうことが一番の近道です。あのね、人間の脳っていうのは、ね、一番最初に聞いたときっていうのは、ね、どんなものでも拒否をします。だから、最初嫌だなって思うことを恥ずかしく思う必要はないんですよ。人間の脳っていうのは、一番最初に聞いたものは聞きたくないな、嫌だなって思うようになってるんですから。 嫌だなと思ったら「ああなんだこんなことか」とかね繰り返し聞いていくうちに「ああまたこれね」っていうふうになっていってね「あこれが当たり前だよね」って変わってくるところまである程度繰り返しやればいいんです。ちゃんと時間を置いてやればだんだんと「あこういうふうに解くのが当たり前だよね」っていうふうになってきますからね。 さあ、あじゃあ早速やってみましょう。ある品物を仕入れ値の5割増しの定価をつけて売ったところ全体の3分の1が売れ残ったので残りを定価の四角割引で売ったら総利益は3割オブになりました。ね、さあじゃあ、えー、もう一回読みながら分析していきます。 ある品物を CDN の5割増しの低下をつけて売ったところ、全体の3分の1が売れ残った。3分の1は売れ残ったってことは、これ3分の2は売れたんですよね。3分の2は5割増しの低下で売れた。3分の1は売れ残ったので、残りを四角割引、この低下の5割増しの低下の四角割引で売った。で、総利益は3割5分になった。 さあ、これもまた、仕入れの総額を1とします。仕入れで総額を1と置きますね。全体が1なんです。さあ、その上で3分の2は、ね、そのうちの3分の2は、 5割増しつまり1たす0.5倍で打った、ね。ですから3分の2かける1.5ね。1.51と2分の1ですからかけると3分の2かけるかける2分の3で 全部1になって、一で、ね、売り上げは1なんだね。定価通りに売れたものは、3分の2かける1.5の1売れたんです。もうこの時点でもうペイできちゃってますよね。さあ、その1の、三3分の2は売れたと。さあ、しかし残りの3分の1はというと、ね、えこれ、 何割引きかね。で、売っちゃったわけですからね。1たす、え四角。何割の利益を見込んだか分かんないわけです。ね。で、しかしね。ねえー、ここ、分かんないですよね。3分の1かける1、1たす四角は。ね。でもね。 総利益は3割5分なわけですから、この1とこの売った額は1、ね、1たす0.35。1.35なわけですよ。だからここは、1.35から1を引いたら0.35になるわけです。ほんと、ここが出ますよね。利益が何分のいくつだったのか。 さあこれを求めてみます。3分の1かける1たす四角が0.35つまり20分のなす、えー、7。1たす四角は20分の7割る3分の1で掛、ねえー、け算に直すと1分の3。 20分の21になりますさあ1たす四角が20分の21ですから四角はえ1く20え2と二0分の21引く1で20分の1ね二20分の1の利益なんだね仕入れ値ので原価の20分の1の利益を見込んで売ったと。でこれが売り値だよね売り値の割合。 さあそうだとすると何割引き聞いてんのは定価の何割引きで残りを売ったかなんですよだから1.5倍で売りたかったでそして1と20分の1倍で売った1.5で売りたかったけれども1と20分の1で売ったわけですから1.5を引く1と20分の1は 1>, 1と20分の10-1と20分の1で20分の9安くしたわけです。で,で1.5のうち20分の9安くしたわけですから20分の9一1 5は20分の9かけ,け1 0分の15をひっくり返して15分の10。 10分の3割引いたということになりますさあ10分の3というのはこれ0.3部合いに直すと3割ですねだから結局定価の3割引きで、えー、残りの3分の1は売ったということになりますね仕入れ総額を1と置いたままねやり抜いていくということね 3分の2は1.5倍で売った、ね、1の売上三3分の1は1と20分の1倍で売った0.35の売上で全体としては1.353、ね、割5分の利益になったということなんです、ね、いいなと思ったらチャンネル登録お願いしますでは今日はここまでにしましょう